とこちら放置されてる車だと思いますね。大分ナンバー 500-484-27。周りから草だいぶ生えてきてるんで、場所はね、有馬温泉の駅がこちらで、ですね、ここ、手前の方の、河川が途中で二手に分かれてるんですけども、手前の方の河川をこう上がっていったところの、ちょっと待ってください、一旦下に置きますね。この辺りですね。ちょっと待ってくださいね。なんとかソサエティはここだから、この辺りだと思われますね。まあこういう景色です、周りの景色。で、まああの辺りも解体しなきゃならない家屋でしょうね。ここがどこになるのかな。もうこの辺りなんだとは思うんですけども、違いますね。先ほどのあの車、大分ナンバーの車はここなんでしょうね。で、ここが、突き当たりで、っていうことだと思いますね。電柱に何か書いてないかな。ちょっとはっきりとは書いてないですね。まあ、ここまで来たらわかると思いますんで、どう見ても、老朽化して、放置されている建物ですので、まあ、倒壊の恐れがある、まあ、この手前のもの1階建てのところとその隣ですね。あとはこちらもそうなのかな。これだけ木とかが生い茂ってるっていうことは多分そうだとは思うんですけどね。あ、違いますね。まだ住んでる方いらっしゃいますね。違ってました。すいません。もしかしたらもう人いらっしゃらないかもしれないですね。ここは公園なのかな。まあ、草を刈るにはちょうどいい、まあ、後ろの方に倒木になりそうな木が、もう葉っぱもまだ9月中旬なのに、中旬かな、もう今日で下旬ぐらいですかね。今日は10日かな、20日かな、それぐらいの日なんですけども、まあ、こちらの家も、多分もう、住んでらっしゃるのかな、窓が開いてるっていうことは住んでらっしゃいますね。まあ、ただ、危険なのは危険ですね。こういう、ご家庭ですから。意外とね、マンションとか結構あるんですよ。空き地もな、マンションも空き家だらけですね。どこかのホテルとかの持ち物なのかもしれませんが、その、期間雇用みたいな形での、
まあいい、もう建てない方がいいでしょうね。まあ人口は先進諸国どこも少子化ですからね。これが現実的なところです。ちょっとあちらの方とかも見てみます。ちょっと探知してくれないですね。体温が特別低下してるわけでもないのに、ボタンを押しても言うことを聞いてくれない。